ただいま、議長のお許しをいただきましたので、地域公共交通の充実策について、総括方式にて4点質問させていただきます。近年、我が国では少子高齢化、人口減少、モータリゼーションの進展により、公共交通の利用者は減少しています。その一方、地域住民の移動手段の確保、 町のにぎわい創出など、住みやすく活力に満ちた地域社会の実現に向け、地域公共交通の役割が見直されています。最近では、高齢者の交通事故の増加などから、免許返納の動きも進んでおり、地域公共交通の果たす役割は大きくなっていくものと思われます。 私の住まいする地域では、いろんなところへ出かける際、バスを利用しようとすると、場合によっては1時間以上待たなければならないときもあります。朝、通勤・通学の時間帯においても、何本もバスがあるわけではありません。という状況から、自家用車への依存度が高まってしまいます。利便性の 向上が必要です大きなバスに乗っている人がほとんどいないような、エアバスのような状況をよく見かけますが、大きなバスばかりではなく、小さいめのバスやワゴンタイプのバスを導入することも一策ではないかと考えます。そこで1点目の質問です。小さいバスの導入を促したり、 利用者のニーズに合わせて、ダイヤ改正や路線の見直しを行い、利便性を高めたりするよう、バス業者に働きかけてもらうとよいのではないでしょうか。利用者の増加につながり、経営改善にもつながるように思うのですが、いかがでしょうか。続いて、2点目の質問です。京都で交通事業者が運転士不足等によって、 路線を撤退するということが報道されていましたそのことは市バスの路線運営などにも影響を与えていると聞いております本市においては同様の理由から交通事業者が路線,を路線撤退をするというような心配はないのでしょうかまたそのことに対しての対応策は考えておられるのでしょうか 続いて3点目の質問です。先日、岐阜県の美濃加茂市に視察に行きました。美濃加茂市は人口1万、元い、人口5万7000人余で、南部の市街地は公共交通が整備されていますが、北部山間地域ではほぼ公共交通が整備されておらず、市全体としても 移動手段は車中心となっています。平成6年に高齢者の移動,手段を移動支援を目的とした福祉バスの運行を開始し、それが期限となって平成12年,の12年に市のコミュニティバスとしての II バスの運行が開始されました。当初、年間2万3000人前後の利用がありましたが、 平成24年度を境に年間2万人を下回るようになり、以後年々減り続けてきました。そこで幾度かの地域懇談会、ニーズ調査、体験乗車等を実施し、ダイヤ改正や運行経路の変更など、利便性の拡大を図る取り組みを進められました。その結果、 平成28年度には、年間利用者が1万6000人だったものが、平成30年度には8万5千人と約5.3倍になりました。さらなる拡大が期待されています。32人乗りと24人乗りのバスタイプと、12人乗りワゴンタイプがあり、市街地循環路線と地域支線で運行されています。 公募により業者を募り、入札で地元の業者が落札し、運行されています。平成30年度においては、市が1億1800万円を運行負担金を拠出し、国、県が2280万円を事業者に補助金として交付しています。近隣の地域では、コミュニティバスが走っているのに、 森山市はどうして走らせないのかという声をよく聞きます。お金もかかることなので、簡単なことではないかもしれませんが、利便性の向上に向けた取り組みが難しい路線や空白地域を中心に、本市においても部分的にコミュニティバスを導入してみてはどうでしょうか。利便性が高高まり高齢者等の 移動手段の確保につながるように思いますがいかがでしょうか最後の質問です地域公共交通網形成計画についてお伺いします昨年度実施されたアンケート調査や6月に実施された市民懇談会等により本市の公共交通についてどのような課題が浮かび上がってきたのでしょうかそれに対して今後 どのように対応していこうと考えておられるのでしょうか政策官。 それでは、石田議員ご質問の地域公共交通の充実策についてお答えいたします。本市の公共交通は、地域南側の JR 森山駅を起点として、バス事業者、タクシー事業者、それぞれ2社が営業されており、ある一定の利便性は確保されていることから、既存バス路線の維持・充実を基本に、これを補完する役割として、デマンド乗り合いタクシーモーリカの運行を行ってまいりました。 こうした取り組みの結果、バスの平均乗降客数は、1日当たり平成25年の3027人から平成29年で3772人と約1.25倍に、算出期間は異なりますが、平成30年度では速報値として5221人、約1.72倍と大きく増加しております。ままたモーリーカーにつきましても 利便性の向上策を実施する中、1日平均利用件数は平成25年度の12.3件から平成30年度18.4件と、こちらも約1.50倍に、本年4月から本年7月までの実績では19.2件、約1.56倍と着実に増加しております。特に本年度分は 6月から開始いたしました、当日予約を可能とする予約方法の変更により、予約利用者が月平均69件増加するなど、制度の改善策、充実策の効果が現れたものと考えております。それでは、議員1点目のご質問、ワゴンタイプ等の小型バス車両の導入について、この内容につきましては、今までも本市からバス事業者に提案、 協議を行ってきたところです事業者の回答は、車両の小型化により、燃料費削減は見込めるものの、運行経費の大半は人件費であり、営業面からメリットがないこと、また、例えば、クルトバス、大豊循環線では、車両購入費用は約2000万円であり、民間事業者が小型車両を導入した場合、乗車人員も少なく、運賃収入による 回収が見込めななないいいこことととどから車両のの小型は考えていないとのことでした次に利用者ニーズに合わせたダイヤおよび路線の見直しにつきましてはバス事業者も収益の悪化や運転手不足等で厳しい運行を強いられているところではございますが昨年度実施した市民アンケート調査の結果も踏まえ本年10月から小浜線と小野浜線は 1> 朝一便増を行うこと、また、令和2年4月から、特に採算面が厳しい小浜線や服部線で料金低減実験を行いないか、さらには利用者目線に立った路線のあり方についてなど、引き続き事業者と協議を行っているところです。2点目のご質問、運転手不足対策についてでございますが、議員ご指摘のとおり、 全国的に運転手不足は大きな課題となっており、運転手がいない、集まらないことを理由として、バス路線が廃止に、また、バス事業者からも路線の収益悪化に加え、新たな運転手確保のための経費が増大し、経営を圧迫している現状も危機を呼んでおります。このことは、滋賀県の担当部局も認識されており、先日、県市長の担当者と、 交通事業者3社による会議を招集、今後は運転手不足対策に県が主導で3社が協力する中での取り組みを検討するとされたところでございます。えまた、本市はこれまでから既存バス路線の維持充実のため、終罰の実施や BTS の設置、高齢者お出かけパスやスーパー学割バス定期券の導入など、 市民のののの皆様利利便性、サービスス向上と合わせ、バス路線をを多くの方に利用しててもらう取組を行っております。こうした本市のバス利用促進策が事業者の収益改善や便数増につながり、結果、事業者のサービス向上、さらには運転手確保にもつながるよう、今後県、また交通事業者とも連携する中、引き続き事業を進めてまいりたいと考えております。 3点目のご質問、コミュニティバスの導入可能性についてでございますが、まず、地域公共交通は、地域の特性や課題に応じて選択するもので、議員がご視察された美濃加茂市と本市を比較いたしますと、本市人口は美濃加茂市の約1.5倍、市の面積は逆に3分の2以下、また美濃加茂市は3路線、7駅が市内に損するなど、地域特性や 課題は異なるものと思われますこうした中、本市では先ほども申しましたとおり、高齢者を出かけバス、スーパー学割バス定期券などの複数の施策による既存バス路線の維持・充実を基本に、これを保管する役割として、デマンド乗り合いタクシー、モーリーカーの運行を行ってきたところです。そもそも地域公共交通の目的は、誰もが安全・安心して移動できる環境であり、議員大勢の コミュニティバスは交通に対し多様化する市民ニーズを実現するあまたの手法の一つであることは認識をしております。しかしながら、そのことが既存バス路線の縮小撤退につながること、さらには、県の新規コミュニティバスへの運行補助金がなくなった現在、多大な経費負担の割に必要な便数を確保できないことなど、特に利便性の面から、 否定的な意見も数多くございます例えば、県内他市町の運行実績から試算すると、本市の服部線と小浜線を足し、町並みの1日5往復程度のコミュニティバスに置き換えた場合に年間約3200万円、民間事業者が運行される現在の便数と同数の運行、1日9往復を、 行う場合には約万円と多大な経費が毎年必要となることから、導入に際しては慎重な判断が求められます。こうしたことも踏まえまして、今後も地域公共交通網形成計画の策定に向けた議論を行う中、本市の現状や特性を踏まえ、交通課題を整理し、本市の実情に合った移動手段の 確保に取りりり組んでまいりたいと考えております最後のご質問、先ほども申しました地域公共交通網形成計画の策定に向けた取り組みについてでございますが、昨年12月の市民アンケート調査と本年6月に実施いたしました市民懇談会において、市民の皆様から、忌憚のないご意見をいただきました。現在はアンケート調査において、通勤・通学・ 買い物通院、社会活動の目的別の行き先をお聞きした、動態調査結果を学区ごとに集計し、現在のバス路線、また運行ダイヤ等との比較、検証を行っております。これら市民の皆様のご意見をしっかりと集約、整理し、本市の地域公共交通活性化協議会で議論を重ねる中、今後の 本市のの公共交通の在り方にについてて体系的に構築しまた、今後も本市の今までの取り組みをより一層深め、公共交通を乗って残すという考えのもと、地域公共交通の目的である、誰もが安全安心して利用できる環境の維持・充実に取り組んでまいりたいと考えますので、引き続きの ご理解ご支援をよろしくお願いいたします以上答弁とさせていただきます八番石田製造君よろしいですか